はい、皆さんこんにちは、趣味数の主です。今回はこの三角形 ABC の面積を求めていきます。それではやっていきましょう。はじめ、こことここが長さが一緒ということは、この三角形は何ですか？はい、そうです、二等辺三角形だということがわかります。ということは、75度、75度ということは、180度から引けば、はい、これとこれね、引いたら、なんとここの角度がわかります。はい。そしたら、30度といえば、見えてくるものがありますね。何でしょうか。はい。ここでね、垂直を下ろすと、90度、30度、60度の直角三角形が出てきます。ということは、AC も同じく10センチだから、2対1の関係が出てくるんですね。なので、5センチだということがわかります。なので、底辺×高さ÷2なので、もしくは2分の1ですね。やれば、25平方センチメートルが正解となります。はい。そしたら、この問題解けるか、皆さんちょっとやってみてください。次ね。はい、それでは挑戦の問題です。三角形 ABC の面積は何個でしょうか？コメント欄に書いてください。正解と不正解は、コメントを返したいなと思います。それではまた。バイバイ。じゃあね。